コリハン、ひょっこりはんはやばいな、怒られるから。うわ、見えてる、怪しいね。はい、そしたら、はい、皆さんこんにちは、車の大事件カズカシノピーです。今回はオートブライトダイエット、覚えてるかな、これスノーホームランスと、あとマジホーム、これはね、僕の理想のアワーワ洗車っていう、まあ、動画に使用した、まあ、洗車用品で、まあ、イギリスのメーカーの、まあ、洗車用品で、これに関しては、まあ、スノーホームランスを使って、まあ、高圧洗浄機でパーッと泡をかけるだけで、まあ、アルカリ成分が入っていて、ちょっとした汚れ、水垢とかそういうのを触れずにね、汚れを落としてくれますよという商品で、その動画がまあ結構再生されていて、このメーカーの人が見てたみたいで、もしねマジホームを使うんだったらこれも使ってくださいということで、パープルベルベットっていうカーシャンプーと、あとプロジェクト64というコーティング剤、こちらが送られてきました。なので今回はこの2つをちょっと紹介しようかなと思っています。で、特徴はまず泡洗車をした後に、まあ、僕は普通のカーシャンプーで、まあ、汚れがひどい場合は洗うんだけども、そのカーシャンプーをパープルベルベットにした方がいいですよ。まあ、これどういうものかっていうと、超濃縮シャンプーでムートングローブが滑りやすいように、まあ、作られている。このね、泡洗車、高圧洗浄機を使ってスノーホームランスでバーッとこう泡をかけるような洗車って日本あんま浸透してないんだよね。けど海外では、まあ、それがもう主流で、まあ、それに合わせた洗車用品が売られているんだけど、まあ、日本のメーカーではなかなかない。だからまあこれとこれはもうセットみたいなもの、まあ、セットじゃなくてもまあ使えると思うんだよね、普通のカーシャンプーとしても。けどまあこのマジホームを使った後にこれをやるとよりいいですよというもので、こちら簡易コーティング剤の方は滑りが良くなるということで、撥水性能は疎水で、滑りが良くなって、まあ、汚れをつけさせないっていう効果があるみたいなので、まあ、その辺はちょっと検証するにして、このねパープルベルベット、これね超濃縮シャンプーで、比率がね、これ1に対して水1500、1対1500ってなると1に対して1500でしょ、 1ml 入れたら 1500ml できるってことだよね。 1.5L っていうことは 10ml 入れると15L ってなると、これ 500ml 入ってるから15リッターも使わないよね。7リッターだとして 5ml 使うとします、1回の洗車でね。まあこれで100回洗車できますよと、7.5 リッターの水しか使わない場合ね。これが15リッター使うってなると、まあ、50回になります。で、100回っていうことは、まあ、月1回洗車をするとしたら年12回、まあ、月1回はちょっと少ないから月2回にしようってなると24でしょ、100÷24は4年、これだけでもう4年持つわっていう計算だよね。合ってる？間違ってる場合はご指摘ください。ちょっとね計算苦手なんだよね。まあ、とりあえずちょっとどれも使ってみないとわかんないので、まあ、今回ミニをちょっとこのマジホームで洗って、その後にパープルベルベットムートングローブで洗う、で最後にコーティングをして、まあ1日じゃわからないと思うので翌日かな、このコーティングの効果を見てみようと思います。そしたらまあ洗車しよう。はい、そしたら早速洗ってっちゃいます。でマジホームの方は使ったことあるので、ちゃちゃっとマジホームは終わらせて、その後のパープルベルベットとプロジェクト64、まあ、その辺をちょっと重点的にやっていけたらいいかなと思います。じゃあまあ洗っていっちゃいます。今回は高圧洗浄機ケルヒャーを使います。まあ上からやるのが一番かな。僕ね、ケルヒャーを、まあ、出すのが結構めんどくさい人だったんだけども、正直ね、マジホームを使い始めてからはほぼ高圧洗浄機毎回出してます。マジホームがあった方がね、ある程度汚れも落ちるし、だからまあ楽なんだよね、洗車自体が。だからもうマジホームね、現役もうありません、僕、残念ながら。それぐらい対応してます。じゃあこれをノズルをマジホームに変えると。で、これがね、
要は日本だと普通のカーシャンプーを入れることになっちゃうんですよ。けどこのマジホーム自体はこのスノーホームラン数に対応したカーシャンプーで、希釈率もそれに対応した希釈率が記載されているっていうのは僕にとってすごい大きい。やっぱね、スノーホームラン数専用じゃないカーシャンプーを使うとどれぐらい使っていいのか試さないといけない。そこでね、結構無駄にしたりすることもあるので、そういった意味ですごい重宝してます。そしたらかけてきます。このね、ねっちょりとした泡がね、いいんですよ。これをね、まあ普通のカーシャンプーとかでやっちゃうともう泡はなくなっちゃう。なんかまあ洗浄効果を最大限ね発揮できずに、まあアルカリ性のカーシャンプーは特になっちゃうね。日本のはまあ普通に手洗いするように作られてるからちょっと効果が薄いっていうのが正直あります。洗車してて楽しいもん、普通に。もう見てて楽しくない？そんなことない。はい、そしたらある程度マジフォーム拭き終わりました。でこれが終わったらちょっとね放置してあげて、この泡がこう流れていく、でこの間にまあ汚れが落ちていくのでちょっとばかし放置で、ある程度こう流れて、まあ、乾燥する手前ぐらいに水で洗い流すという形になります。だからもうちょっとお待ちを。はい、そしたらある程度こういう風にボディが見えてきたらもう洗い流しちゃいます。この高圧洗浄機を使って上からだね。でこのマジホームのねいいところ、結構ねっちょりした泡なのに泡切れがね結構いい、しつこくない。これ本当使いやすい。で後でねお見せするんですが、ボンネットの方はね磨いてあって浸水状態なので、ボンネットにねコーティング剤を使っていこうと思っています。まあ、ポイントとしては隙間隙間に泡が入り込むので、こういうところをね重点的に洗い流してください。そしたら一旦 OK で、これでマジホームだと、まあ、汚れがある程度もう落ちています。それでも落ちない汚れを今からパープルベルベットで洗っていくという感じ。要はね、水垢シャンプーみたいのを吹きかけてるような感じで、このスノーホームランス高圧洗浄機で使えるような仕様になっているというのがまずマジホーム。でこの後に使うのがパープルベルベット使ってこう。はい、そしたらバケツを2つ用意しました。で1つは、まあ、ただの水で、もう1つにカーシャンプーを作っていくと、まあ、これがねもう本当海外のやり方。海外はね結構本当に洗車に厳しいっていうか結構シビア。こうすることで、まあ、汚れたカーシャンプーを使わずに、まあ、洗車ができるっていうのもあるし、このカーシャンプーを汚さないっていうメリットもあります。じゃあまずね 10ml がどれぐらいかちょっと入れてきます。こんなもんです、ほんと少量。これでもう15リッターのカーシャンプーを作ることができると。まあ、いちいち測るのはめんどくさいのでジュジュッと今回はいっちゃいます。こちらのバケツにね作っていこうかね。で、まあ大体 10ml でこの大きさで 2,3 ミリくらいだから、まあ、500円玉ぐらいの大きさだね。だいたいもうこれぐらいで十分。これで、まあ、15リッター水を入れていくと。で高圧洗浄機がある場合は高圧洗浄機をこの底につけて、こういった感じわかる？もうほんと底の底からかき混ぜてあげる。でね、匂いがねすごいいいな。板ガムのブルーベリーみたいな匂いがする。じゃあこれで完成で、こうすることによってこの全部が泡になるんですよ。下のこの底まで。普通にホースとかでやると半分もいかないな、3分の1ぐらいは水で、その上3分の2が泡っていう感じなんだけども、この高圧洗浄機で下からこういう風にかき混ぜることで全部が泡になってくれます。そしたら洗ってっちゃおうか。じゃあまあムーコンを使って洗っておきます。泡がこんな感じなのか。うわーすごいね。まあ、せっかくこのマジホームで手を触れずに洗車する、でその後にムートンとかで洗った時に傷がねつかないようにこれ自体は滑りを良くしてるみたいです。で、まあ、こういう風に洗ってある程度ね汚れたらこの水の方でこう洗う、で絞る。これ絞らずにこっち行くともうどんどん薄くなっていくので、しっかり絞って泡をつける。これやってるだけでね、あの人洗車やってるなみたいな感じになります。
匂いがいい、とても泡がね、すごい細かい。で、滑りの良さはね、まあ、機械じゃないかちょっと正直わからん。で、乾きそうなところは洗い流していきます。夏場とか特にね、すぐ乾いちゃうので早め早めに。そしたら拭き上げていきます。いいでしょう。はい、そしたら一応カーシャンプーで洗い終わったので、今からプロジェクト64というあのコーティング剤、オレンジのやつを使って、ちょっとボンネット半分だけコーティングしてみようと思います。で、まずね、パープルベルベット、これ使ってみた感想、今ねこの新鮮なうちに言っておきたいんだけども、まずね、良かった点、この匂いがすごいいい。このブルーベリーの板ガムの匂い、これすごいいいです。で、コスパがいいでしょ。1対1500、高濃縮っていうのもいい。あと、カーシャンプーを入れるときに逆さにして押すタイプなんです。キャップとかに入れないタイプなので、手を汚さない。カーシャンプーのところに手を突っ込むのとはなんか訳が違うっていうか、わかるかな、これこの原液が手についた時のちょっとうわ最悪っていう気持ち、それがないっていうのはすごくいい。で、まあ滑りに関しては、まあ、正直ね、わからん、うん、僕にはわかりませんけど、まあ、使ってみてすごい使いやすい。まあ、普通に洗車するとき もうピュッと入れて、もう水バーッと入れるだけ、いちいちも開けてなんかあのキャップに入れてっていう、この無駄な作業って言っちゃおかしいんだけども、その手間がねないっていうのはすごいいいなと思いました。そしたらコーティング剤ちょっと使ってみよっか。はい、もう洗車直後です。まずね、水をかけます。こういった感じ、コーティングは何も効いていない。で、ちょっと磨いたので、ちょっとまあ水がこういった感じで引いていく、こういった感じ、もう浸水状態だね。まあ、ゆっくり水が重力で、まあ、落ちていくっていうのはあるんだけども、まあ、弾いてないっていうことはこれ見てわかるよね。そしたらもう一回拭き上げて、半分だけプロジェクト64を施工しようと思います。で、そしたらマスキングテープを一応真ん中に貼ったので、こちらプロジェクト64ちょっと使っていきます。で、使い方は塗装面全体に噴射し、綺麗なマイクロファイバーで拭き上げてください。重ね塗りすれば最大8週間効果が持続します。レイヤリングを行う際は、これ重ね塗りだね、重ね塗りを行う際は30分ほど間隔を置いて施工してください。で、プロジェクト64は PH 中性で、塗装面、ガラス、ホイールなどほぼ全ての外装部にお使いいただけます。最高級のケミカルを使用していて、ツヤはもちろん防音性も兼ね備えているクイックディティーラーという記載があります。まあ、とりあえず吹きかけて吹き上げるだけ。そしたらやってこう、もう吹きかけて吹き上げるだけ。もうね、なんかちょっとなんかツルツルしてる感じしますぜ。結構ね、伸びいいな。で、反対の面で吹き上げる。ツルツル。え、これ分かるのかな、ツルツルなんですけども、滑るわ。え、伝わってる、このね、ツヤの感じね。どうせ映像じゃ分かんないんですよ。結構ね、ヌルヌル系、うん、これはね、僕でもね、ちょっとツルツルになってるのが分かるね。この鈍感な僕でも、もう拭いててもうツルツルしてるもん。ツルツル、ツルツルが言いにくいわ。この辺分かるかな、分かるかな、このぬるぬる感わかんないかな。まあいいやけどね、ほん一個ね、層があります。なんかクリアの層が1枚上に乗っかったような感じ。いや、本当に綺麗。まあいいや、ちょっとね、重ね塗りしたいので、一回ちょっと30分放置して、もう一回塗って、で、明日ちょっと再確認しようと思います。一回ね、30分置きます。30分経過したので、第2回重ね塗りしていこうと思います。もうね、今ね、ちょっと2、3プッシュしちゃったけど、これもう1プッシュでね、十分、本当に2、3プッシュしといてなんだけどね。で、なんか変にね、シミにならないっていうか、跡が残らない。
多分これね、拭き残しがあってもシミにならないような気がする。 OK、 とりあえず2回重ね塗りしたので24時間ちょっと様子見て、明日またちょっと撥水性能だったりボンネットの滑りの比較とかをちょっとしてみようと思います。はい、そしたら1日経過したので今からちょっと実際に水をかけて撥水性能を見てみようと思います。まず未施工からこういった感じで浸水状態で、プロジェクト64施工した方、まあ弱めの水だとこういった感じだね。まあ違いは明らかですよ。で、まあ疎水系の動きって書いてあったから、まあ確かにね、こういうふうに浸水状態を作ってあげて離すと水がどんどん引いてく。まあ撥水系じゃないね。未施工の方はまだ全然8割型水が残ってるのに対して、もうこっちはほぼ引き切っている感じで、まあ1日しか経ってないんだけども、ちょっと1回洗って汚れがついてる可能性があるので、洗ってからもう一度水の動きを見てみます。で、これもパープルベルベットを使います。パープルベルベットはね、泡がなんかホイップクリームみたいな感じになってる。 OK、 そしたらちょっと洗い流してきます。あ、綺麗に引いていくね。これ映ってるのかな。わかります。まあ、さっきよりはちょっとゆっくりになったけども、まあ、未施工箇所と比べると、まあ、倍以上の差はありますね。まだ未施工の方は水が残ってます。ちょっともう一回水かけてみますか。全体的に同じような感じで水をかける、で離す、引いてく、わかる？この滑らかに引いていく感じ。右側はもう結構引き始めてるけど、左はまあ浸水で全然引いていかない。で、水の残りもね、やっぱ疎水だから少ないね。まあイオンデポジットとかがあると、まあ、こういった感じで点点点点と残ってしまうことはあるんだけども、ほぼほぼ、うん、水の残りはありません。まあ、とりあえず撥水の感じはこんな感じです。で、あとはね、滑りがなんか良くなるみたいなので、ちょっとあんまやりたくないんだけど、ボンネットになんか物を乗っけてね、どっちの方が滑りがいいのかっていうのをちょっと確かめてみようと思います。はい、そしたらボンネットを一応拭き上げたので、今から滑りの確認。まあ、手で触ってみようか。あ、これね、違うわ。絶対こっちの方が滑る。ツルッツルけどね、まあ僕が手で触っても、まあ、ちょっと信憑性もないので、物理的にボトルプロジェクト64をボンネットの上に乗せて、まあ、どっちが滑るのか、まあ、両方ともね止まる可能性もあるし、まあ、滑り落ちる可能性がある。ちょっとやってみないと分かんないんだけども、ちょっとやってみようと思います。あんまねやりたくないんですよこれね。もしね滑った時ボディがね傷つく可能性が大けど、まあ手触りじゃね伝わんないもんね。まあ、行きましょう。このウォッシャーの、まあ、横、ここちょっとね膨らんでいるので、この辺にしよっか。置きます。あ、まあここはね落ちないわけね。もうちょい下、あ、この辺はもうカタ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 って感じだね。ここはもうダメだ、落ちるわ。ここはセーフ、まあ、ここもセーフ。なるほど。じゃあまあ一番上から行ってみますよ。そんな、こう同じ位置です。あ、もうやりたくないけど超滑る。あ、この辺から行っても滑るわ。ここ全然だもんね。ここきり滑るかなぐらい。うわ、ちょっと傷ついた、もうやんない。うわ、最悪、やってもうたわ。ちょっと洗車傷みたいのついたのでもうやめます。まあ、とりあえずめちゃめちゃ滑る。このね手で触った感じも全く違う。確かに超滑るわ。そしたら最後にちょっとツヤを見ていきますか。あ、ツヤ出てる感じしたんだけども、まあ、そもそも綺麗だからか、まあ、はっきりとした違いはないかな。これが真上から見た感じです。ここがマスキングの跡があるけど、まあ、はちゃめちゃにツヤが出ているっていう感じはしないかな。
全然違う、この滑りは。そしたらもういいか、ニベア持ってきました。これぐらいのサイズだったらいいでしょう。ここ行こう。倒れた。この辺行く、あーダメだ、やっぱりもうダメ。あ、もうこの辺はダメだ。ここでもダメだもんね。OK、うん、終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はオートブライトダイレクトのプロジェクト64という簡易コーティング剤と、あとパープルベルベットというカーシャンプー、この2つを使ってみました。で、使ってみた感想、パープルベルベットの方は、まあ、すごいコスパがいい、匂いもいい。で、僕が一番気に入ってるのは、逆さにしてこうビューッとこうカーシャンプーを出すことができるとこ、まあ、手を汚さずにできるっていうところはいいなと思います。で、まあ、滑りの良さは僕みたいなちょっと鈍感な人にはね、ちょっとよくわからないけど、マジホームと同じメーカーだし、それと相性よくね作られてるはずなので、まあ、滑りよく作られてるんだろうなと、そんな風には思います。まあ、濃厚な泡だなとは思いました。すごいね、ホイップクリームみたいな、まあ、ホースでやっても結構ね細かい泡ができるので、すごい濃厚だなとは思ったんだけども、滑りがどうのこうのまではさすがに僕にはちょっとわからなかったです。まあ、滑りで言うとこちらプロジェクト64、これすごかったね、びっくりした。まあ、手で触った感じでももうこっからこっち全然違いますよっていうぐらい、これはね鈍感な僕でも分かるレベルで、撥水性能は、疎水系で水が引いていく感じ、疎水系のねコーティング剤もそんなね数世の中ないので、まあ、気になる方ねぜひ購入してみてください。で、2回2度塗りすれば最大8週間効果が持続します。で、匂いがこっちはねなんかジョイみたいな嫌な匂いじゃないです。食器用洗剤みたいな匂いで、こっちが板ガムのブルーベリーみたいな匂い。まあ、とりあえず、まあ、マジホームなくても使えるものなので、まあ、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。